はい、どうも、モカオッカです。それではですね、この動画では、スプリンターステークスの予想を行っていきたいと思います。ちょっと遅くなりましたかね。本当難しくてね、悩ましい限りの G1 なんですけどもね。まあ、スプリント路線がほんま群雄割拠で、なかなかこのね、ローゾカナラとかね、あの頃とは違うので、難しいなと思っているんですけども、まあ、一番人気がそこそこって感じですね。はい。8番人気の伏兵も激走してると。セントウルステークス1着馬での勝ち星はない。キーンランド4着以内がいい。北九州記念組もいいと。いう感じなんですけども、中山がね、回収後、それまでは桜爆心王が強かったんが、まあ、サンデー系とかアドマイアムーンとかね、その血統的にはその辺りの馬が、ガラッとですから、傾向がね、変わってるので、気をつけないといけないっていうと、まあ、だいぶね、タイムは早いのかなっていうのと、あとは、差し届くかっていう感じですね。今日の結果等を見ているとね。ちょっと今日の結果、今日というか土曜日のね、中山の結果を見とくと、まあ全部細かく見てもいいんですけども、客室だけでも、芝だけに限定色、どこや、結構先行馬残ってたりするんでね、9レースとか11レースとかね、まあね、その上のクラスをね、極力見なあかんのと、足屋川とかちゃうな。例えば、カンナステークス2歳の戦にで、今日は時計が何本やったかな。出てない。1分9秒2。ですね。まあ、そうですね、1分7秒台がおそらくはね、G1 なんでなるかと思うんですけども、あれ、まあ先行馬が残ってますよね。ね、4番手1番手の馬、臨車に解放とかね、お嬢の奇跡とかもね、結構前目ですよね。これ2歳なんですけども、明日だからね、勝浦特別がね1個前にあるので、その結果もね、参考になるかと思います。戦にあとなかったっけ、未勝利もあるんか、まあ、16とかも見といたらいいな。16、2000も、2000はコースが違うんかな、C コース。16も、1600万で1分34分、まあまあか、フロンティアクイーンがやっと差してきてって感じで、他はね、前の後位につけてる馬が残ってるって感じですよね。習志野の2000どうやったかな、 C コース、外回り、内回りやな、内回りやったかな、千二がね、外なんでね、あの、V
ボコッとした形のところなんで、あんまこれは参考にならんな。まあまあ、でもゴール前は参考になるかもしれない。一応見とこうか。59秒5、まあまあ早いですね。1000万やしょ、奈良市のって。1000万で、ここは差しが届いてないな、やっぱな。このボコーとあの山形のところをね通ってくるあれなんで、これ違うよな。もうね、明日の勝浦特別で最終判断したいんですけどもね。勝浦特別終わったらほんまに大忙しなんですけどね。はい、という形でですね、スプリンターは、何を言おうとしたんやったかな。あとはいつもの通りザーッとだけね、枠が、外がまあまあいいんですね。7枠がね。はい。3枠から勝ち馬が出ていないと、6枠とね。まあ今週はその、何やったかな。オカルトで行くならね、希望等でね、小池の緑で、ロゴがあかんから、まあ希望等はおそらく選挙で負けるでしょう。ってことで、ね、あんなうさんくさい等にはほっといて、シュボバ・アドマイア・ムーンがね、近年いいのと、前走戦にセントヨスキン、休み明けがどうかやな。中いいのはやっぱり中2周なんですけども、中10周以上、つまり春使ってね、バーンと休んだ馬も24032なんで、連帯するかもね、3着には来ない。で、中4周組ってことで、叩き組中途半端な感覚があるんは聞きろとはいいかもしれんね。一応2勝してるけどね。はい。で、あとは何でしたっけ。人気はまあそこそこと、4番人気が全然や。今回4番人気何かちょっと見といた方がいいですね。レースに強いのは4、5歳、4、5歳中心で、あとは6、7がどうかやな。6、7で結構面白いのいるんやけども、6歳は勝ってるんか。まあ、金量は別、あのね、定量なんで、客室がね、差し馬結構いいんですよね、確か。ね、654と。ただ前残りもあり得るよと。母、父、サンデー系か。ジョッキーはコースだけど、戸崎、石橋周がいいというね。で、デムーロで、まあ関西の方がいいはず。はい。で、あとは、レッドファルクスのが勝った去年の成績ですね。こんな感じで。これね、レッツゴードンキとソルベイグのワイドを取ったイメージが、記憶があるんやけど。ちゃうか、レッドファルクスと、か。ソルベイグのワイドを去年勝っててね、当たったぐらいで、
レッツゴドンキ買ってなかった。今年は買いますよ。って言ったら後編かもしれんけど。で、レッツゴドンキこの時2ヶ月なレッドマルクスか。2ヶ月間だったはずだよね。CBC からね。だからね、長期休養でもこの馬ね、走るんですよ。で、ミッキーアイルは、じゃあ、ミッキーアイルどこですか。ミッキーもこれ6ヶ月で来たんやな。ソルベイが4週、開けてきたと。いう感じで、あとはソルベイク、レッドファルクス上がりすごいですね。ミッキーアイルも33秒台で来てるもんな。ストレートガールが勝ってた時、桜ゴスペル浮世の風ってこの時めっちゃ荒れましたけど、この時は桜ゴスペルが4ヶ月に安田記念17着で来てるからね、レッドファルクスも十分あるんやんね。3着でもね。ストレートガールは先頭で4着での巻き返し、ビクトリアかって、こういう馬はね、だから結構セントールが叩き台っていう感じの馬がね結構いるんでね、逆にセントール勝ったアクティブミノルはねダメでしょう。で、浮世の風、浮世の風は6番キーンランド勝ちやな。連勝、北海道組はね結構ね一頭絡んだりするんですよね。北海道での成績がいい馬って、スノードラゴン13番人気で勝ったやな。スノードラゴンの時は、スノードラゴン自体は6周なんですよね。スノードラゴンどこやったかな、間隔6周でキーランドあかんけどってな、それ人気せえへんわな。しかも外やしね、あんまりね外を嫌う必要ないんですよね、このレースに関しては。で、ストレートガールは、ストレートガールも3ヶ月半ぐらい空いてるんか。3ヶ月ぐらいか。函館スプリント6月に使ってからやからね。あとはまああんまり関係ないですが、結構やっぱ短距離はね大きめの馬は僕は買いたいんですけどね。で、13番のレッドオベール、これはね小さい馬、キーンランドからの参戦ですから4周やね。中レンドベールはね、結構いいポジションで競馬できてるんでね、ストレートガールとスノードラゴンもねもう差してきたって感じなんですけどね。ね、レッドベール5番手でしょ。で、ストレートガールなんか10番からで勝ってタスのドラゴンね、もう10番手からって感じなんで、こっちを見ときましょうか。ストレートガールが、どこやったか
かな、9番手から、レーサーからオフィス6番手、ウキノから12番手って感じでしょ。4コーナーはね。で、レッドファルクスの去年も、レッドファルクスもそんなね、前から行けないから、ね、7番手からでしょ。で、前におったシュージ、アソルベイクと、で、ミッキーがいるね、前におった。が最後刺されたと。そこでビッグアーサーはうちに包まれて、というか前に出せなくてって感じね。もう、まず、最低な記事をしてましたけどね。まあ僕ね、本命ベルカントから言ってたんだよね。狙いすぎてたんですけど。この時は、ロードガーン5番手、ね、前の龍神もね。で、白山ムーンが前に粘ったって感じだね。で、ロードカナダロアは、セントール、なんかこれぐらい強い馬やったらね、セントール、それも2着に負けてて、で、2周開けてって感じの、カレンちゃんが、今度1番、ん?じゃカレンちゃんちゃう、カレンブラックヒルちゃうか。ちゃう、白山ムーンの年、それ1年前や。白山ムーンはどこですか?白山。うん、セントル変わったけど逆転されたな。でもマヤムーン参加やもんね。で、マヤノライジン、リュウジンが15番。うお、これはなかなか変われへんな。この時はセントールで全部決まってるやな。このマヤノ、これの下位要素はないんやろ。G1 で行けぞしかないんかな。でかい馬やね、528。はい、でもう1円だけ戻っときましょう。ロードカナダカレンちゃんに勝った時です。ドリュームバレンチの来てます。ちょっと待ってね、先に通過順位だけ見とくと、ドリュームバレンチ9番手、カレンちゃん5番手、カナダ9番手ってことね。ここはもう差し追い込みまでは言えんけども、差しも決まっているという形で、ドリームバレンチのキーンランド負けてるけど、函館スプリント勝ってる。海洋素その辺かな。まあ、ロードカナラとカレンちゃん、まあね、普通に。カレンちゃん、セントル4着、宮城県勝ってるとかね。これなんか、まあ、セントールちゃいますからね、星雲構成に似てますよね。着順だけね、言えば。で、函館もセントールも2着の、ね、宮城ね3着で、シルクロード1着とかっていう、ロードカナダだね。こっから熟成していく感じですね。うん、まあ、こんな感じです。で、さ、だらだらね、もう、ないこと喋ってるんで、実際に、じゃあ今年はどうなのかというか、どう予想するのかっていう感じなんですけども、まだ決まりきってないんですけども、本命はレッドファルクス。うん、これはね、一枚抜けてるんじゃないかなと。馬としてはビッグアーサーの方が、なんやろな、スプリンターって感じだけど、やっぱりビッグアーサーは不安定がね、安定もろもろあるので、調教もね、そこまで良くないのと、桜バックシーンは回収後そこまで相性が良くないんで、一応今度はでは消しとこうかな。買うかもしれないですけどね。はい。対抗に、レッツゴドンキ。まあ、岩田はね、最近調子いいのと、まあ、うちっていうのがね、この、馬にとったら、力の目が外に出して刺してこらへんかなっていうのと、この馬も、あんまり休養は気にしないって感じですね。で、多分個人的に好きなんと、ビクトモリアマイヤラ明らかに長かった。それでも0コンマ7秒ですかね、アドバンヤリードの、あの馬場でね。うん。星雲構成は前走、やっぱりね、重馬場が良かったっていうね、この馬確かに強いんで、
で、僕はシルクロードステークス見た時にこの馬本命でね、宮城に行こうかなと思ってて、なんですけども、正直馬場とかに恵まれた感はあったかなと思うのと、鉄砲が効くかなっていうのがあって、まあ、よどたん距離ではね、勝ってるんですけども。まあね、オッズ的には美味しいんですよね、この馬、本当に。で、あと、函館ね、負けてるけど、大負けとかじゃないんでね。レイコモが前向かって早く行って唯一粘ってんのはこの馬でね、前行ってね、函館スプリントではこうやってスプリントね、まあ丸道なこが本命にしょったからっていうのもねあるかもしれんしね。この時俺本命何で行ったんかな、フランボヌールから行ったよな。で、3番手を今、メラグラーナがね、この人気が微妙やな。逆に人気してるからこれちょっと評価下げようかなと思って。牝馬は強いんですよ。このレース、ちょっと僕調べたんですけども、牝馬はね、確か4-3-4-32なんでね、普通に噛んでるんですよ。これ過去10年やったと思います。5年やったかな。まあ、凱旋門もそうなんですけど、結構牝馬ね、この、今週の G1 っていうのは、勝負になるレースじゃないのかな、と思っています。過去10年やな。メラグラーナと今、先行生が、人気を分け合ってると。フィドゥーシアがどうもね、なんかセントール大負けしてるのは逆に怖いかなとね、前で見れば、ね、西雲コースの横に三浦コースですかね。これはもう冗談でしかない。ラインミーティアはな、書いたいんやけどなって感じかな。ワンスインナムーンもね、アドマイヤムーン3区で書いたけど、同じアドマイヤムーンならやっぱファインニードルかな。この乗り換わりがね、あとはダンスディレクターも面白い。ダンスディレクターを黒三角にしようかな。ダンスディレクターの差し、枠がどうかと思いますけども。まあ、外からも来ている、まあ、ね、いるので。差しを買ってダンスディレクターね。レッドファルクスの差しを買うならダンスディレクターもね、買わないわけにはいかないんで。ね、あとはメラグラーナの差し足。やけどメラグラーナはそこまで評価できないかな。で、前で残るなら、西雲構成と、まあ、ファインニードルはちょっと枠が不利かな。こっちから順に前に行くのはレッツゴー、レッツゴードンキも差し。これも面白い。だから西雲構成とフィドゥーシアとぐらいかな、前に行くのはね。ワンスインダムーンも行きそうやね。で、ダイアナヘイローと。ダイアナヘイローはもう使いすぎなんで、今回あれもうバッサリ切ろうかと思います。北九州記念組もね、いいっちゃいいんやけど。セントール2着のファインに、ラインミーティアは怪しいっちゃ怪しいけど、この、
でも結構、まあまあ、そんなか。ダイアナ・ヘイローはね、さすがにここではね、戦ってきた相手が違うんでね、ここを勝つよね、今4連勝中か。ここ勝つようなのはすごいんですけどね、4番人気で買えるか言うたね、まあ、竹人気ともあるんで。だけにはダンスディレクターで買ってほしいんやけどねってのもあるんで、これで今何頭ですか。だいぶこと今回絞ってる。 1,2,3,4,5,6,7 あとはビッグアーサーを入れるかどうかぐらいかな。こっからとダイアナヘイローとフライミーで、これちょっとね悩みます。はい、で一応ねオッズを見ときますと、まあ三連複フォーメーションが一番手堅いかな。まあ三連単とかもね、あの当日買うかもしれないですけども、一応今考えてるのはこんなところかな。ちょっと少ないから、ダイアナとビッグアーサーぐらいを入れたのを一応見とこうか。330倍31倍から13点やな。結構つくな。レッドファルクス軸で、これ一番人気は何なんやろ。18倍389、3で星雲構成か、9がレッド、9がメラグラナ、はあ、その組み合わせな、ないな、それは。はい、といった形で、あとは面白そうなワイドとか、生まれんとか、ドンキから星雲構成と、レッド、ファルクス、あとダンスディレクターから、これが僕面白いんじゃないかなと。オッズとか見てもね、こんだけつくと。いう感じかな。まあ、フィドゥーシアとかも見えたら面白いですけどね、一気に跳ね上がると思います。一応見ときましょうか。これ相手にフィドゥーシア入れたらね、50倍70倍までいくと。まあワイドで買うのはこんなんも面白いかもしれません。はい、いった形で一応予想の方は終わりたいと思います。何かね参考になればと思います。凱旋門の、ね、予想等も上げてますので、ぜひご参考にください、ね、それでは失礼いたします。いつもありがとうございます。